時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表をあげよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ。我に仕えよ。
狼を。傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか？その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか？はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、足の羽笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃぞ。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は邪魔立てするか、巫女の忍びを。
忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という、その目、さしずめ、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃなら。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。
任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと？そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。その優しい顔の仏様はわしの掘ったもんじゃあねえ。まことの仏師がおられたものだ。人が己の内にあるものと向き合う、そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。見ぬ顔だな。そこもと、名は？名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。そこもとの立ち筋
見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。しからば参る。そこもと、この社には俺、だからそこの賽銭箱にも時折また来るがいい。そこもとの技の試し。
まことに息を吹き返したのですね。竜韻の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ。何だ？少し。何？白いあざ。いや。ならば留飲を受けた者に、あるいは、もうよい。ああ、無礼をしました。ではまた。手に入れた。任務か？ああ。忍び騎士は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。仇立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人数が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。果たして勝てるものかの。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。両親とはいえ
一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おう、鬼は行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば、大手門が抜かれるなど考えられぬわ。
リノスケか、せがれよ。若様を見なかったかな。なんじゃ、腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。我が名は野上伊之助。平田教か、そこのあばら屋の老婆の様子、私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰。お主の母に鈴をもらった。そうか、礼を言う。上事のように仏様に。先ほどのご母の相手をしてくれ。母はその鈴を上事のように。供養いかがかね。供養さよう。死者たちのご冥福のため。し見たところ、あんたも随分と殺しておるな。ご供養。
死者があるカラスとどこへ行こうと。悟空、死者たちに悟空、死者たち
平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。ある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ。え、旦那、覚えてねえんですか。ああ。へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ、旦那、あっしは。あんたにその頃は俗へ、それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が銭がない、銭がないから、そこで旦那あっしにちいとそれを元手に、旦那にもきっと、いや、それからおまけにあの世のこと、どうです。銭だ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやし、平田はご存知の通り、芦名の分家、ちんけな野党なんざ普通は返り討ちで、けど先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた。そんな、あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お代さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買う。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子で、すげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が平田屋敷に。覚えておこう。縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に襲われては何もないわ。赤の鳥を襲える、そういうお達しじゃぞ。お達しね、変わっちまったな、わしの戦も。
お主、はい、お主、幻。ああ、クロウ様は。アシナの城。そのですが。そうか。うん。ああ。どのよ。俺は、だが、気づけば。ひとたび死に、ならば。海星。クロウ様、流陰の巫女の力と言われて、海星の力を与えられた者は、幾度でも。バカな。はい。ですが、また変わったことがあれば、海星の力が。狼殿。おや。ああ、仏に備えろと渡された。うん。あなたにゆかりのあるならば、仏のことならば。なん、お前さ、ちっとは忍びらしく取っておきな。これは侍には真似できぬ死の、うん、まあどうするかは戦う術など忍びだけでもあるまいて。
Oh!